トゥデイザイです。今日は料理コーナー今旬クッキングです。さて、10月といえばハロウィン、ハロウィンといえばパンプキン、かぼちゃですよね。飾り用から食用まで様々なものがありますが、今回はエイコンスクワッシュというかぼちゃの仲間を使った料理を料理家の秀子コルトン先生に教えていただきます。今日の今旬食材はかぼちゃの一種、エイコンスクワッシュ。パンプキンというと全てのかぼちゃの総称に思われがちですが、厳密に言うとパンプキンとはハロウィンで中をくり抜いて飾りに使うオレンジ色のものを指し、その他のかぼちゃは一般的にウィンタースクワッシュと呼ばれます。日本のかぼちゃは正式にはかぼちゃスクワッシュなんですよ。そんなかぼちゃにもいろいろな種類がありますが、今回の食材エイコンスクワッシュはニューヨークなどでは夏の終わりから秋にかけて収穫されます。皮が固く濃い緑色をしていて、今の時期は特に身も締まり、1個1ドルくらいからとお値段も手頃なんです。また栄養士の宮下麻子さんによりますと、エイコンスクワッシュは低カロリーで食物繊維やビタミン、ミネラルを多く含むので、便秘解消や風邪予防に効果的なんだそうです。では今日も秀子先生、よろしくお願いいたします。今日はこのエイコンスクワッシュということなんですけれども、これちょっとあまり日本では見かけない形なんですけれども、ね、一応かぼちゃですか？はい、一応かぼちゃの一種です。そうですか、まあ、日本だとかぼちゃですと例えば煮物とかですよね。今日ははい、ちょっと洋風にですね、ほんのりスイートなエイコンスクワッシュのリゾットをご紹介させていただきます。リゾットですか？はい、普通のかぼちゃで作るよりもさっぱりした甘さなのでおすすめです。そうですか。はい、じゃあ早速お願いいたします。よろしくお願いします。材料です。エイコンスクワッシュ、ベーコン、玉ねぎ、そしてリゾット用ライスとして売られているイタリアのアルボリオライス、ギリシャの代表的なチーズのフェタチーズ、チキンブロス、白ワイン、無塩バター、オリーブオイルに塩です。まずエイコンスクワッシュの選び方から。割とずっしりしていて重たいものを選んでいただいた方がいいかと思います。で、特にここの茎のところですけれども、上がですね、硬いものが新鮮なのでそれをお勧めしますね。はい、はい、では切るんですね。はい、はい、エコスクワッシュをですね、縦ではなくて横半分に切ります。ちょっと硬いんですけれども、うん、中は空洞なので最初力がいりますけれども、うん、あとは思いっきりこう押すような感じで切っていただきます。ここにナプキンを置いたのは安定がいいという意味で。そうですね、滑らなくていいですね。こういうふうに、割とサクッと切れますね。はい、そうすると中はこういう感じで、種が入ってますけど割とここ空洞なんですよ。見た目よりは切りやすいと思いますので。でですね、オーブンに入れるとき安定が悪いので、ここをですねちょっと切り落としますね。うん、薄くですけど、はい、こういうふうに切ります。そうするとはい、はい、種をスプーンで種を取ります。はい、あ、すごい柔らかい。そうなんですよ、ね、もうスプーンでこういう感じで簡単に、うん、くり抜けますので、日本のかぼちゃよりはずっと柔らかい。そうなんですよ、水分が多いので、うん、割と柔らかいですし。塩を振りオリーブオイルを塗って華氏250度のオーブンで20分ほど焼きます。その間に中火に熱した鍋にベーコンを入れてよく炒めたところに玉ねぎのみじん切りを加え、透き通るまで8分ほど炒めます。そこにお米を加えてさらに3分炒めます。で、見た目は日本のお米に。そうなんですよ、水分を吸収しやすいんですね。とろみも出てきますので、アルボリオライスがない場合は日本のお米でも美味しくできます。そうですか、はい、日本のお米の場合は生でそのまま入れてしまう。そうなんです、洗わずに。はい、白ワインを加えてよく混ぜます。オーブンから焼き上がったエイコンスクワッシュを取り出し、少し冷ましてスプーンでくり抜きます。チキンブロスを少しずつ加えながらよくかき混ぜます。米がスープを吸ってふっくらしてきたら最後にフェタチーズを入れます。フェタチーズがいいんですか？もちろんパルメジャンチーズとかでもいいんですけども、うん、ゴートからできておりますので、うん、コクがあって、でちょうどいい酸味も入りますので、このリゾットにはぴったりだと思います。
火を止めてバターを加え、よく混ぜたらお皿に盛り付けて、ほんのりスイートなエーコンスクワッシュのリゾットの出来上がりです。それではいただきます。はい、どうぞ。いい匂いですよね。ベーコンの香りと、おいしい。これだったらかぼちゃがものすごく控えめなんで、ベーコンとか玉ねぎの香りがものすごく引き立ってますね。うんうん、確かにそうですね。ベーコンスクワッシュは他にもスープとかにしてもすごく合うと思いますね。これはおしゃれな一品ですね。エーコンスクワッシュの大きさがお椀と同じぐらいの大きさなので、うん、半分に切ったものを器として、はい、器まで食べていただくという。なるほどね。スクワッシュというともう形も違うし、中切ってもなんか全然違うから使い勝手が分からなくてなかなか手が出ないんですけれども、これだったら本当に簡単に、そうですね、いただけますね。形も小ぶりですし、あと半分に切ってですね、ブラウンシュガーをかけたりナツメグやシナモンをかけてオーブンで焼くと、すごくヘルシーなデザートにもなりますので、それ食べ方もおすすめです。そうですね、それはじゃあかぼちゃのヘルシーデザート。そうですね。簡単ですね。はい、じゃあ今度ぜひ使ってみます、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ほんのりスイートなエーコンスクワッシュのリゾット、詳しいレシピは、番組ホームページ内のトゥデイズアイプラスでご覧いただけます。